はい、皆さん新年明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。日向ドラム教室ドラム講師の武藤です。はい、というわけで、ついに2018年になりました。はい、本日はですね、まあ、新年最初の動画を投稿しようと思います。まあ、そうですね、去年をちょっと振り返ってみると、4月の頭からですね、こちらの日向ドラム教室で、正式に講師として、働かせていただきまして、いろいろな経験ができました。で、まあね、皆さんのその本当に成長していく姿を見ていく中でですね、やはりもっと上達させたいという気持ちだったりとか、どうしたらもっと分かりやすいレッスンになるかななんていろいろ毎日試行錯誤をしながら、やらせていただいてるんですけれども、今年2018年も、皆さんと楽しく、上達するレッスンを目指して、やっていきたいと思っております。まあ、ね、なかなか難しいんですけれども、上達するというのはやはり自分の苦手なところをこう練習したりとか、できないことをできるようになるためにはやっぱり結構辛い練習内容になってしまう時もね、たまにはあるんですけれども、そこをね、なんとか皆さんの辛いところに寄り添いながら、その先のね、こう一つ壁を乗り越えたドラミング、まあその技術だったりとか、精神的なところで、サポートをさせていただければなと思っております。はい、というわけで、まあ簡単ではありますけれども、今年も、1年皆さんと楽しいレッスンを、やっていきたいと思います。よろしくお願いします。